しいんだけど褒め上手。ゆうじさんハート、あやとくんお疲れありがとう、よみちゃんハート、みゃんこ先生キラキラ星ありがとう、かばめめやったー、むしゃさん、ぼやっきーさん、シルダルにキラキラ星ありがとう、平成天狗さんハートありがとう。かわちいすぎる、ほんと何がどこら辺が具体的に教えて欲しがり。ぶんちゃんハート、ようくんかわいいありがとう、ひなととらさんお疲れお疲れ、あごめんなさい、 B 型メンバーさんキラキラ星、ようくん天使ありがとう、なべなべ所長キラキラ星ありがとう、ほんとフラさんハートありがとう。でもなんかさ、ほんとなんか冬のリコチって感じだよね、カタカナのリコチだよ、しかも冬のリコチって感じする。ケンジさんありがとうキラキラ星、髪切った、前髪は2日前とかに切った、私はみんなに早く自慢したいんで、自分の中で今年1位を更新した、マジそんなに可愛い、嬉しい。フォーユーさんキラキラ星ありがとう、お役目はナレーションやった、そうなのよ、声優のお役目に近づいたかな、近づいてほしい、声優さんもっと挑戦したいよね。慎太郎さん結婚して、キュめっちゃ嫌がるやん、そう冬のリコチ、キューさんハート、ひとみちゃんキラキラ星、鈴木秀和さんハート、まさやさんハートありがとう、大人の感じする、モビさんハートありがとう、ちょっとみんな回収、やばい見づらすぎるでしょ、めっちゃ見づらすぎるでしょ、あー見づらすぎるでしょ、見づらすぎるでしょ、つらい、頑張って書いたのに。鈴木秀和さん結婚して、めちゃめちゃ嫌がっとる人みたい、人みたいじゃなく嫌がっとったんか、これ血色もある、リコチカレンダー作ってね、休校におこん、まさやさんハート、鈴木秀和さんハート、モビさんハート、成田のシーンパタパタありがとう、バリーさんいらっしゃった、見てここにお礼書いたから、ここなら見やすいかな、バリーさんプレナ、あこれは11月24日のカラオケ配信でいただいたタワーでございます、え見づらい効果、バリーさん私の服を代用して見づらいかも、どうしよう、どうしたらいいかな、バリーさんプレナタプラネタリウムタワーありがとう、めっちゃ豪華、いつも本当にありがとうって書いてます、ありがとう、え、どうあがいても見づらい、 Q さんタイムファイヤーさんありがとう、リコチカレンダー作ってみて、カジさん天使、サンソンさんハート、え、かわいい、え、それこそ冬のそなたの雪熊、雪熊後ろに色紙を置くといいですよ、かっこ3回目ありがとう、ボリリ置いたら、あ、ボリリ置いたら一番見やすいかも、マリーさんボリリ置いたらほら一番見やすいわ、マリーさんプラノタリウムタワーありがとうございます、嬉しかったよ、しかもあがめっちゃ汚い、なんで何事が起きたんか知らん、何事、あが急に汚い、ありがとうね、ちょっと俺遅くなっちゃったけど、福ちゃんちキラキラ星、鈴木秀和さん星花火、サンソンさんキラキラ星、なんとか見えるよ、優しすぎる、ネギ塩牛タンさんキラキラ星、バリーさんありがとうありがとう、ボリリがちょっと大活躍してくれた、ヒヒさんハート、フォーユーさんキラキラ星ありがとう、よく見える、よかった、ありがとうね、ボリリと一緒に、私のお目目と一緒に、いったありがとうね、嬉しかった、え
ひとみちゃんキラキラ、あ、キラ、なんかこれ冬のソナタのクマちゃんなのかな。ありがとう、かわいい。髪の毛生えてる。ヨナモトンさんハートありがとう。ポンさんハート、フミオさんハートありがとう。あ、ピンドコメント変える。やん、ありがとうございます。またね、みんな見つけたらタバのメモしていくというねルールでやっていきます。いや私今ね、調子悪いの、話聞いてほしい。もうねえ、ちょっと具合が悪いのよ。どう具合が悪いのかって言ったら、なんかお家に帰ってきて何にもなんかできないよ、疲れちゃったっていう時間があった。だからとりあえずふーってして休んでみた。人生方向音痴さん天使ありがとう。高橋さんキラキラ星ありがとう。でも思い当たる節はいっぱいあって、ふみおさんハート、高橋さんキラキラ星、竹直さんハートありがとう。そう、やっぱちょっと移動で、ああ移動でやっぱ疲れちゃうよなって。そりゃそりゃそうだよなって感じ。ほんとお姉さんっぽいですよ。タイムファイヤーさんキラキラ星ありがとう。確かに昨日はバブバブバブだったと思う。そう、ロッピーさんハート、タイムファイヤーさんキラキラ星ガタキンさんお水、お水じゃないや、あのなんだこれ、回復薬ありがとう。クジラトさんお疲れありがとう。そう、移動移動長旅、そうクジラトさんお疲れありがとう。ゆかちゃんキラキラ星ありがとう。あまり無理しないで優しい。バリーさんキラキラ星ありがとう。でもね、そう思い当たる節が一つあるの。ゆかちゃんハート、くにちゃんお疲れありがとう。あのね、ここ3日間の食生活がやばいのやばい、笑ってる。そう、え、帰りも寝た、コートにくるまって硬直しながら 寝たから体バキバキになった。親さん結婚してありがとう。んそう、バブチ今年一番可愛かった。そう、食生活がやばいの。まず一昨日ね、ハンバーガーとかき氷じゃん。ハンバーガーとポテトとかき氷、コーラも飲んだし、やばい。その次の日、昨日は焼肉。その他にもいろいろお菓子とかも食べたし、現場で。で、今日はかき氷とハンバーガーもうハンバーガーでサンドイッチされてるの、焼肉が。ハンバーガー、ハンバーガー、焼肉ハンバーガーなの私の。やばすぎる。ふみおさんハートありがとう。やばすぎる、こりゃ具合が悪くなると思う。こりゃ具合が悪くなるよって感じじゃない。いや、リコチとどめのかき氷とハンバーガーやばいでしょ。肉肉&肉なの。ふみおさんハートで、うん、ちょっとね、肉食すぎたのかも。肉食すぎたのかもそう、だからサラダはね一度も食べてない。かろうじて焼肉の時のチーズトッポギの中に入っていた玉ねぎとキャベツとピーマンと人参、ピーマンもちゃんと食べたから、人参もかろうじて、それやばい。でもメインはトッポギとお肉とチーズ。パペポンちゃんありがとう。このく、なんだっけこれ、雪だるま、く、雪だるま、くは何。クジラトさんお疲れありがとう。
ありがとう。日向坂さん、ペロペロキャンディーありがとう。ベニちゃんも GG ありがとう。もうその肉食獣のライオンなの、肉食系女子なんですよお野菜はポテトと玉ねぎぐらい、うん、ポテトサラダ、え、そうかも。消化するのに胃がね疲れたかも。だからちょっとしばらくはちょっと野菜生活しないと。あ、確かに厚切り牛タンの上に俺ちっちゃいネギも確かに追加で、それでかき氷で体冷やして、あとは確かに寒い、いや逆に今日とかめっちゃ暑かった。もかじさんハートありがとう。ハピポンちゃんキラキラ星ありがとう。シーバスさん、なんだっけこれ、雪だるま、ありがとう。トマトジュースちょっと飲むわ。ちょっとここでやっとみんなからのさ、トマトジュースが本当に本腰を入れて大活躍してくれるね。私の食生活やばいって。あいちょ、おいちょおいちょ、野菜のお鍋作るべき。はい、みんなトマトジュースを私に1ヶ月分もゲットさせてくれてありがとう。やっとふみおさん、じゃあやっと本日初めての野菜、でもハンバーガーの中にちっちゃいあ、椎茸とトマトが入ってた。ふみおさんハート、ゆみちゃんハート、ふりまろばかさんハート、カラスさんハート、サバトラネコチハート、ネギショウ牛タンさんハート、やばい、そうすぐ帰ってくる。フォーユーさんキラキラ星、ネギショウ牛タンさんハート、ありがとう。かき氷はメールでそう送ろうと思って、お家に帰った瞬間に送ろうとしたらメールのあれが変なとこ押しちゃって全部消えちゃったの。超最悪でしょ、やっちゃったーと思って。とみやと奥田さんありがとう。だるま、それでさ、なんかもうそれプラスいろいろな、なんかその移動疲れとかがどっと出て、ふうってしてた。ノラさんありがとう。ハート行くね、じゃあいただきます。なんかすっきりしてきたかも。いや早すぎるでしょ。カゼさんキラキラ星、ハンターさんハート、トンちゃんパパキラキラ星ありがとう。うん、確かに。あとはで、私は服着て寝る派になっ派なんですけど、昨日はホテルでなんかパジャマ見つかんなくってホテルだから、ちょっと妥協してちょっとポンポンポンに近い状態で寝たんです。それでちょっといつもと違うのかも。でもリコピン飲んだらちょっと元気になってきたかも。なんでだろう。てか私に成田のしんパタパタありがとう。このトマトジュース嬉しい、みんなありがとうね。なくなったら私これ自分で箱買いすると思う。そんぐらいちょっとこの1ヶ月間信じてる。ふみおサボタラネコチハートありがとう。ズーデスさんキラキラ星ありがとうね。部屋に置いてなかったけさ、どこにあるんやろうと思ったけどもう探せなくてさ。鍋さんハートありがとう。そうちょっと体調崩してるのかもしれません私。そうなんよ。まあでもちょっと今日ゆっくりお風呂使って、明日はノンアラなので明日はね、くだらないとに出演します。夜20時半から。そうだからかなり夜からちょっとありがとうございますって感じなので、ノンアラするので、ちょっと今日はエナジーチャージの夜と朝ってことになります。エナジーチャージするね。
風呂は命の洗濯よ。そう、私も楽しみ。だからって夜更かしはダメよ。ありがとう。ちょっと好きなことをする夜にする。さとしさん、雪だるまありがとう。でも夜更かしはしないよ。あ、勉強頑張れ。あー、フロントで借りるのもあるのか。もうこれから泊まるときはパジャマ持参しようかなと思うけど、そしたら荷物多くなるもんね。そう、肌の大敵。あやとくん、ふみおさん、ありがとう。そんな素敵時間にする。やること、やりたいことをやっているから、君は何を後悔するのか。じゃあちっちゃく踊ったもの選手が勝ち選手権しようよ。ちっちゃく踊ったものが勝ち選手権。さとしさん、キラキラ星。ふみおさん、ハート、ありがとう。元気じゃん。みんな私具合悪いんだよねとか言ってたのにめっちゃ元気じゃん。にゃんにゃん、前髪もがっつんでいい感じですね。両親には勝てない。君は何を後悔するのか。今来た道何を歩いて思い悩み出した答え、なぜ今でも引きかかるあの葉っぱが生まれるのかとか。指ダンスできるようになりたい。シーバスさん、音符ありがとう。東京にセカンドハウス。欲しい。お兄ちゃんのお家ならあるよ。え？君は、え？き、え、むず。き、え、君はえ何を後悔するのか。今来た道何度も振り向いて思い悩み出した答え、なぜ今でも引っかかるあの判断。あれでよかったのか、誰も、え、もうみんなな人生後悔。え、むずっ。これはね、手の振りの方があれなんじゃない。でもあるよ。じゃあ始まるね。タララダンタランタ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 タタンタタン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 タタタタタタタン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 タランタ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 タンタンタンタタン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 タランタン。なんて美しい黄昏の海よ、砂浜に佇む自分が辛くなる。大人になれなくて心が縮んでる。うなずいた言葉で受け入れられないんだ。目を合わさず生きていく術を手に入れてしまったずるさのせい。素直になればそう、ん、あれ、んと歌詞が忘れちゃった。あ、間に合うのかな。君は何を後悔するのか。今来
来た道何度も振り向いて私は思い悩み出した答え、なぜ今でも引っかかるあの判断、あれでよかったのか、誰もみんなシャープ4、人生後悔だらけ。え、これシャープ4で絶対上げてほしいんだけど、シャープ4で上げてほしいんだけど、私後悔だらけ、チュ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 ルチュン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 、何を引き返りして、これ膝立ちね、自由を手に入れた、夢を見なくなった、自分が好きじゃない感情なんて忘れてしまった、全てが一言に見えてくる、素直になれ、素直になれば間に合う、そうするだけ、君君はどんな後悔しそうなの今か、これも手の振りだもんな、振り合わせるだろう、たとえ何度失敗してもそうさ誰も気づいてない、過去は過去だ変えられやしない、今度こそは絶対、え、ここ今度、え、たんたん、今度こそは絶対後悔するな、日がまた昇ってくるみたいに、過ぎ去った暗闇なんか消えてしまえ、トン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 トゥルトゥ、君はどんな日を後悔、あ、僕は絶対後悔しない、やりたいことをやっているから、君は何も後悔する、え、悔する、あ、ユニダンスのドローンもやばい、後悔するの、のか、今来た道何度も振り向いて、思い悩み出した答え、なぜ今でも引っかかるあの判断、あれでよ、あれでよかったのか、た、た、れもみんな人生後悔だらけ、たたんたたん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 、あ、ありがとうございます。ちょっとこれいいな、これドローン入れるのやばいな、やばい、超楽しいんだけど、指ダンスめっちゃみんな好きじゃん、嬉しいんだけど、え、ちょっと待って、ふみおさんハートありがとう、クジラトさんもハートありがとう、え、振り繊細だよね、シーバスさんキラキラ星、ふみおさんハート、ともさんハート、佐藤のんすけさん、ちょっとこれは極めてやらなくちゃね。そう、おー、そう、広島帰ったの、なんかさ、新幹線で広島帰るときっていつもさ遅いイメージがあるけど、今日は早く帰れました。お昼でね終わったので、お昼でね帰りました。スタナーさんキラキラ星ありがとう、星花火ありがとう、指ダンス極める方向性、ほんと絶対間違っとる、
そう。選抜紹介動画、滝野由美子さん、これ滝野由美子さん本当に絶対違うやろ。ふみおさん本当ありがとう。今日はちょっといつもとメイク、お家に帰ってからメイク直したんですけど、ちょっと違います。ここはどこでしょう。ふみおさん、ますさん、ハートありがとう。昼から何したん。昼からね、かき氷食べた、ハンバーガー食べた、それで帰った。ちょっと焦ったよね、時間が足りないんじゃないのかって時間が足りない、東京駅ってどこ、ま、え、私本当に怖いの。マチュ、え、ちょっと待って、そのみんなの、お、マチュゲ、ユミコさんやばいって、滝野ユミコさんやばいって、ちょ超面白い。花、東京のちょっとの時間でいじった口紅日向とトラさん、天使ありがとう。ちいかわショップ行ってない。でもさ、そこまで行くの怖いじゃん。東京駅周辺だけにした。そう、怖かったから。おもこ指ダンスいけると思う。マスさんハートありがとう。アイシャドウがコパー系の色。コパーって何。アパー、コパー、まつげ、目系、ほんと。ふみおさん、ソニーさん、チーク。正解はふみおさん、ソニーさん、チーク。正解はふみおさん、ソニーさん、ありがとう。ハートとキラキラ星。滝野由美子さん、滝野由美子です。ゆみりんさん、ゆみりんさんになっちゃうじゃん。めっちゃ面白い。はい、正解はリップとチークです。リップを新しく買ったリップにした。指村舞さん、指んぬ本当に殺されるよ私。指田千穂さん、指っこり、イエーイ。見て、新しいリップを買いました。ラッカー、ラッカーだよ。ラッカー、ラッカーのリップをね、そう買いました。欲しかったんよ、ずっと。でも思った以上に可愛すぎてびっくりしてる。指キュー、指ぼ、指ぼやばい、指ぼ、そう、すごいね、大人っぽい。うん、殺される。うわお、まっ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 、え、美味しいと思う。え、めっちゃいい匂いだよ。指リカ、指リカやばい。くるくるは指、指、胸指リカ、くど指子、くど指子、くど、くどびこ。ふみおさんハートありがとう。全然ゆみこかさん、今村みゆびさんちょっとうまいよね。え、でもさ、みつきさんは本当にみゆびさんだと思うよ。あかりちゃんさん、あゆびちゃんさん、ヒースのリップ、え、お揃い買ってくれたの嬉しい。そんなことやめてよ。ダメだよ、リコちゃんが小バカにしてるなんて言わないで、殺されちゃうよ。私が抹殺されます。じゃん、濁点が多い、ほんと。指び、くど指、くど指子、1233、星花火ありがとう。みおさんハートありがとう。ちなみにもしね、気になっ、この色気になるって女の子や血色感を上げたい お兄さんがいらっしゃったら、1233、ふみおさん、シーワスさん、かわいい、ありがとう。大きなね、男の子がいらっしゃったら、大きなお友達の皆さんもね、この色かわいいと思ったら、ラカフルーティーグラムティント102番、リュウイっていうリップカラーでございます。102番で覚えててください、リュウイ。そう、チークはそう、ちょっとなんかプラム、ちょっと紫色っぽいやつにした。佐藤のんすけさん、ハートありがとう。冬やっぱこの色ですね。あ、これは適当。
当なあの適当じゃない全然適当、冬はこの色ですねって言っても、うん、別にどんな色でもいいんですけど、あ、留意じゃない留意受ける、横文字多すぎるよね、留意どこのデパートの1階で売ってますか、どこのデパートじゃなくても売ってる、プラザとかロフトとかプラザかな。なおさん雪だるまありがとう、りょうだいさんハート、けんちゃんハートありがとう、そうデューイ、君は何を後悔するのか、今聞いた道何度も振り向いて、思い悩み出した答え、なぜ今でも引っかかる、デューイあの判断、あれでよかったのか、誰もみんな人生後悔だらけ、ダン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 、まこやんさん雪だるまありがとう、池様ハートありがとう、そうどこの床屋さんで売ってますか、売ってないかも、待って、池様、みきやくん、うぼうげん様ありがとう、確かにパッと見合ってるように見える、沖の指か、沖ゆびかさん、間違えた、沖野さん、沖なんかなんあれみたい、おのの妹子みたいな感じ、沖野ゆびか、池様ありがとうございます、指ダンス重こい、え、一期生さんバージョン、二期生バージョン、そう、ラカの102の10位、そう、ゆびこさん、なんだってって、そんなことないから、ベロクロンさんありがとうございます、指原里乃さん、やばい、うまいね、デューイ、デューイっていいね、癖になる、トゥトゥトゥン、タッ、にゃケンちゃんありがとう、前髪さ重たい、うん、重たくなった、パッツンした、2期生の指バージョン、何時が過ぎさ、え、間違えた、え、いつの日にか思い出せる、とっておきの恋をしよう、もし世界が終わったとしても悔いのないように、いつの日にかまた出会って、昔話できたらいい、そう涙以上に微笑んでいたい、めちゃめちゃさ簡単だわ、そんな足動かしてないんだ、何時が過ぎ去っても君の、やっぱさサングラスデイズが一番やりやすいよ、指グラスデイズが、ミチルさんハート、ケンちゃんさん雪だるま、ふみおさんハート、ニノロフィーさんハート、クジラトさん音符ありがとう、小指愛子さん、小指愛子さん、やっぱ冬は重ためがいいよ、でもみんな娘も好きなんでしょ、やばい、わかんないよ、私の娘の前髪どの程度の薄めなのか、指グラスデイズ、サングラスデイズ、君はいつだって眩しくてちゃんと見えなかったんだ、ロイヤルデイズ、僕をカッコつけてたけれど本当は恥ずかしかっただけ、あっという間に過ぎ去ってゆく青春とはさま、ダララ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 無謀のスカートを持ち上げるところの再現、え、むずくない、あれだってもうさむずいでしょ、いくよ、無謀な夢は喋ることがない、まぶたならずっと焼き付いてる、叶うことのない願いだからこそ手を伸ばし続けられる、希望という名の言い訳しながらそんな低い星を見てどうする、愚かなやつだと笑われたって言っ
ったことない世界へゴーヘーテレンテンテンテレンテンテンテレンテンテンテレンテ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 ン自分の手からも試したらいいんだろう自分なんかで妥協するなよいつかは気づくはずねテララン無謀は後悔するな傷ついた分だけ強くなるさこの道で誰かと出会ってたくさんの愛を知ったテンテンテンテララン テン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 テララン テンテンテン無謀な指は冷めることがない。あーちょっと楽しいわ。笑ってくれて嬉しい。え、夏の指はご用心。梶原智博さん、クジラトさん、ふみおさん、フェリスさん、クジラトさん。え、じゃあさ音でやってみようよ一緒に。ケンちゃん、フェリスさん、クジラトさん。超楽しいんだけど。めっちゃ楽しいじゃんこれ。私結構こういうの大好きなんだけど。それな指休憩かなだって優しい。ちょっとやりたいんだけど。え、ヘタレたちよとヘタレたちよと、今ステージから落ちちゃった。そう、ヘタレたちよとサングラスデイズは比較的やりやすいんですよ。そう、成田のしんサブトラ猫ちクジラとさん、はしもっくんありがとう。じゃあやってみるよ。わかんない、これどっちが合ってる。はい、夏の指はご用心ですね。はしもっくんハートありがとう。ふみおさんハートありがとう。いくよ。じゃーん。出てないよ。まるで子猫ちゃんみたいにしゃがんでこっちを見てるけどきっと呼んでも来ないんだろう。なんか懐かなそうね。話したって関わったってあー面倒だ。それでも気になってしまうしまう。なぜか無視できサマちゃん幻想どうする、うん、きっと前から気になっていた存在感半端ねえ。だけど気軽に手を出しちゃったら絶対後には引けねえ。君が近づく僕も近づくあー危険歌詞がわからない、わからんよ。だだん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 。つぶつぶ、わざわざそう余計に余計に。なんかビビッと来ちゃったよ。トゥ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 。夏のキスは意味不明。気づいたらしてた。
は向いていこうでしかない。これだけでもう全然歌詞もわかんないよ。幻想いっぱい好き、ちょっときついて熱っ。これだけでちょっときついて。これはむずかったよ。だってこれむずかったよ。歌詞も出てくれないしさ、指ダンスしないといけないしさ、どっちがどっちがどっちよ。楽しいね、ちょっと。ちょっと指ダンス超楽しいんだけど。ヒロさん、成田のしん、カラスさん、タッキーチ、フミオさん、クジラトさん、ホーチ。わー、もうダメだった。ちょっと次は何の曲でするマルチタスクすぎたね。ツアーでやった時の本領がね、発揮されたね。フェリスさん、頭の中ほんといっぱいすぎたよ。フェリスさん、バリーさん、フミオさん、クジラドさん、成田のしん、シーバスさん、ひなとトラさん、クジラドさん、モビさん、ナーベさん、シーバスさん、モビさん、ズーデスさん、ワタプリちゃん、ヨニゲメダルさん、ヨタウメヨン、ヨニゲメタルさん、マリュさん、バリーさん、ミラボ、ハジスケさん、ありがとうペンライト、クジラドさん、マリュ、佐藤のんすけさん、バリーさん、成田のしん、あーみんな、ふみおさん、クジラドさん、シーバスさん、トモさん、シモック、ありがとうございます。ちょっと楽しいね。でもちょっと暑かったわ。ケンちゃん、ハートありがとう。え、指衣装作ってもらいたいんだけど。指衣装やばい。ヒロさん、ふみおさん、ありがとう。指衣装作ってほしい。あー、ヒロさん、ないと思います。ありがとうございます。他なんかできる曲ある？独り言は独り言独り言絶対やばいでしょね。スピーカーやばいと思うけど、みんな頑張って頑張って耐え抜いて。これでしょ。いくよ。ああ終わりだと。いつもと歌詞出てくれない。ホームから衝動的に乗った。どこへ向かうのか。指先は知らない今日は人混みで足を踏まれたくない。道が遠ざかり窓の向こうには天然が広がる。ありがとうございます。ちょっと指先は知らない。やばい、ありがとう。ちょっと楽しすぎるわ。うん、ちょっとノリノリでやっちゃった。ひとりごとで語るくらいならば指ダンス超楽しいんだけど。なり楽しい、ありがとう。耳気になるよな。バリーさん、クジラトさん、音符ふみおさん、ハート。バリーさん、音符、クジラトさん、鍋さん、音符、
ケンタッキーさん、パタパタ、ふみおさんハートありがとう。ちょっと楽しすぎるでしょ。タイトルの文字にもおもろいな。私はさ、本当にさ、あの私もあれよ、あの歌詞が出てないからさ、なんかさ、ミラクルで指先って言ったのやばない？もう面白いね。マリーさんありがとう。伊佐落ち、エイサお疲れ、若いリコチありがとう。お疲れも可愛いもありがとう。リノロフィーさん、トモさん、伊佐落ち、フミオさん、クジラドさん、本当ありがとう。え、思い出せて指った。しようや。レモン博士さん、シルダラありがとう。ちょっとやろうや。面白すぎるでしょ。思い出してよかったら絶対いけるよ。思い出して指ったは絶対いける。あ、面白い。ふみおさんハートありがとう。あ、あ、歌詞じゃない、歌詞じゃないこれ。あ、出てる出てる。え、わかんない、出てないかも。君と知り合ってどれくらいだろう。いつが初めてか覚えていない。いつも昔から聞いていたような言葉の懐かしさを僕は感じて、楽しい。ちょっともう歌詞が出た諦めた。え、楽しすぎる。ちょっとじわじわくるこれ。ちょっとね、思い出せてよかった、僕がこの街を目指したっけ。もしね、スピーカー絶対壊れると思う。頑張れスピーカータイムファイヤーさん、キラキラ星、かわちゃん、星花火、やったね。みんなそんな喜んでくれて嬉しい。ふみおさんハート、私もめっちゃ楽しいから超楽しい。浜田氏、ハッシーさんハート、クジラトさん音符、おっさんずさむさん音符、成田のしんハート、トモさんハート、クジラトさん音符、なりとのし音符、いさおち音符、クジラとさん音符。楽しい。歌詞の表示なんなんかね、いつの間にかされなくなっちゃった。なんでなんだろう。まあそんな日もあるか。いつもね、そんな歌詞がいつも必ず出てくれる限らんしね。クジラとさん、バリーさん、ふみおさん、いさおちありがとう。レモン博士さん、ふみおさんありがとう。いや楽しすぎる。ちょっともっともっとちょっとやりたいね。イヤホンしてないの残念。ほんとずっと出てくれる。思い出してよかった。指ダンスカラオケ、それな。表情が真剣に指ダンスしてんの。表情とかつけられないね。ちょっとのんすけさんハートありがとう。ちょっとじわるね。ありがとう。僕らの春夏秋冬絶対簡単。そう、え、カラオケみたいにね、そう、あの表示されるよ。ちゃんと文字も追ってくれる。瞬間シュート
過ぎてゆくよ、できなかった何か残して、そしてまた次に巡るまで、次のチャンス待つんだ、これからずっと空を見上げ、今度こそあと時間をのなのか、花は咲いて散って、また咲く日まで、君のことは絶対忘れないよ。ウクスツヌさん、だるま、イサオチ、音符、ありがとう。ハヤスさん、パタパタ、神尾さん、ハート、ありがとう。リコちゃんのソロコンは指ダンスソロコンですね。コン、見たい人おるん、お金払って、指は、僕はこの指を眺めてる、やばい。ウクスツヌさん、ハートありがとう。みんな大好きじゃん、ポニーテールをほどいた指を見た。ストーチの指、もう絶対殺されるよ。タムが出てない、あら面白いわ、本当にみんなあの歌詞をさ、もじるのも上手だね。ジェイソン・ボルヒーズさん、ハートありがとう。ゲバントで指ダンスソロコンなんてみんな見てくれるかな。指は誰のもの。ふみおさん、ハートありがとう。指力やばい、強そう。指力だそうぜ、めっちゃ簡単。全力で行こうぜ、夢中なんて暇だけど、いつだって青春は短い。うまっ、初めてやったよ。いもちゃん、だるま、ありがとう。え、じゃあさ、ペダルこ、ペダルこいで回った車輪の分だけ夢に近づけばいい。トゥントゥントゥン、呼吸は乱れて汗あふれ出す、急な坂道は続いてる、もっともっと先へ。トゥン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 トゥルルトゥン。むずい。さおち、音符ありがとう。ちょっと楽しい。ふみおさんもありがとう。指ダンス選抜絶対目指すわ、絶対センター。成田のしん、ハートありがとう。あー楽しいわ。花だれはトゥン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 、もしこの世界から公共が消えたら、争うことなんかなくなるのに、見えない線ばかり風に引いたで、僕たちは自由を諦めない、美しいその花ずっと守りたい、ララ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 ラ。中指目指して頑張るね。あー面白いわ、ちょっと指、うん、ステップむずい、やばいね。ふみおさん、ハートありがとう。タイムファイヤーさん、ありがとう。ちゃんと移動してるからね。指衣装作ってもらいたい、お見事。ちょっとお見事だったね。指だれやばいね、指だれやばいね、指だれ公演面白すぎるでしょ。うん、おうちこり公演の一部、なんならもう指だれ公演したいよね。はやすさん、お星様ありがとう。おすすめさん、とうとうありがとう。ふみおさん、ハートありがとう。指だれっていうパワーワードすぎるよ本当に。ただいま、みんなただいま。あー面白い、ちょっと元気出てきた、元気出てきたよ、みんなのおかげで。うん、
乱れ公園。ね、自分だよ。指は誰のもの？自分のに決まっとるやろ。確かにおもろいって本当に。はあ、伊佐おちハート、文雄さんハート、ありがとう。中指担当、工藤理子です。フィンガーズ、え、なんかキュートフィンガーズ。中指担当の工藤理子です。親指担当、なんちゃらかんちゃらですみたいな。なるなりさん、ありがとう。だるま間違えた、雪だるま合っとるか。だるまも雪だるまも。うちゅびりね、やばい。うちゅびりね、やばいな。うつみ、うちゅびりね、やばいな。指は指の指。確かに薬指、え、絶対薬指担当の子は絶対ガチ恋だよ。親指担当です。絶対なんかちょっと男勝りな感じの。男勝り、それってなんかさ、良くない言葉。そのこと、なんかちょっとボーイッシュな、ちょっとなんか太っちょタイプ。太っちょタイプ。人差し指ちゃんはリーダーっぽいな。リーダーだな、人差しから。ミオーさん、親、あやかちゃん、ふみおさん、ハート、ありがとう。中指センターはセンター、中指ちゃんもセンターで、この子は確かに逆向きできん。男勝り大丈夫だよね。男勝り、もうガチ恋キラーって感じ。小指ちゃんはそうね、結構なんか小柄、キャシャな子ってイメージがある。そんな感じかな。岡田あゆびです。あゆびん。あ、面白いわ。うん、逆向けしてる、やばいやばい。しかも薬指。うん、センター指子姉さんかな。 SUB48 やばい。瀬戸内指、瀬戸指、瀬戸指、 STU の U って指の U。 瀬戸指 48。 ゴーゴーリトルフィンガーズ、やばい。ゴーゴーリトルマウスじゃなく、ゴーゴーリトルフィンガーズはやばすぎるて。お膝のアリーナで踊る右手と左手のダブルセンターが見たい。面白すぎるて、みんな。ノブさん、ありがとう。パタパタ、ほんとノブさん、ハートありがとう。予備子姉さんはやばすぎるて。なるなりさん、天使ありがとう。そう、センターのこと、中指。今回は私が中指を務めさせていただきます。人の二度指を見る、やばい。僕の言う親指公演。あぶね、なんでこの叫ぶ、お叫ぶと言ったらみんな今日びっくり。そう、叫ぶで覚えたんだけどさ、面白い。え、ちょっと一旦指に夢中でさ、全然ちょっとごめんすぎるんだけどさ、そういうこと。え、私聞いて、いや、叫ぶで覚え出したんだけどさ、今日マネネと、あやかちゃんハートありがとう。マネネとあのお役目現場に行きよったんですよ。そう、それでちょっと裏道通りよったんですよ。そしたらさ、ちょっと下の方歩いてた、見て歩いてたんだよね。そしたらマネネが、いやーっていうの、いやーみたいな、いやーっていうの、えって思ったら、ネズミが歩いてきて、ネズミが私たちの前をピャーって走ってって、私はピャーみたいな、ピャーみたいな感じで叫んで、で、放心して、その後大爆笑したんですけど、ネズミが歩いてきた。もう一歩もっと一歩踏み間違えてたら、本当にあのネズミ踏んでた。そう、びっくりすぎた本当に。
しかもネズミ茶色かった。うんうん、もう紫とかじゃない、紫は絶対違う、なんかネズミ色とかあるじゃないですか、茶色かったし、ふさふさだったし、大きかった。そう、前をね横切った。そう、ふさふさだったし茶色だったし、あの瞬間はーって感じで行ったんだけど、そうそう、あ、私初めてネズミ見たと思う。そう、もうびっくりした、本当にピシューンと走ってたから、わーってマレネがイヤーみたいな感じ言うから、私も見たらわーみたいな、マレネ面白すぎた本当に。うん、カピバラぐらい大きかった。うん、ヌートリアぐらい大きかった、本当に。イタチかも、本当に。あ、ちょっと今の覗いたいぐらい、ピシューッと走ってて、尻尾も見えた。だから尻尾も踏んでたかと思った。本当に危なかった、本当に危なかった。危ない危ない。前髪気にするやつ、本当にそれでもう発声練習したよね、ナレーションの。うん、起用ポーズ、わかんない、これかな、これかな、これかな、わかんない、プラーって感じでした。怪我なきですね、踏まずに、よかった、安心した。うん、ネズミの怪我はなすって、本当に面白かった。ネズミで思い出したんだけどさ、メンバーとさ東京かどっかにさ新幹線に行きよった時にさ、うちの先輩がさすごいなんかパニクっとってさ、ちょっとざわついとったよ。マネージャーさんも来て、なんかそう、あのサラピがサラッなんかサラピがそのなんかパニック言葉を全部聞いてた。ネズミが出たらしいみたいな感じで、新幹線の中にネズミが出たらしいってできて、えっって思って、めっちゃ見てたんよ。そしたら隣の千穂さんが、え、何何って聞いたら、ネズミが出たらしいですって言って、でそれで最終的にはネズミじゃなくカメムシだったらしい。なんちゃったんやけど、あ、面白い本当に。そう、うん、カメムシだったらしい。そう、みんな騙された。サラピも私も千穂さんもみんなネズミが出たって騙されたけど、カメムシだったらしい。あー、でもどっちでも、そう、伝言ゲームしてたもん。そう、全然違った。そう、新幹線の中にも乗ってた。伝言ゲームがもう終了した。本当にネズミじゃなくカメムシでした。そう、危ない。え、サラピハムスターも苦手なの。びっくり、そう、ほんとびっくりしとったけど、何事もなく。でも普通にさ、お客様も普通に乗っちゃうわけじゃん。お客様がいるところでカメムシみたい、ネズミみたい、カメムシみたいになってるから、お客様一番かわいそうよね、普通に考えて。なるなりさん、キラキラ星ありがとう。そう、もうね、私らも聞き取れんかったけど、あー面白い、言葉飛び飛びサービスしてしまった本当に。あー面白い、はあ、それがね、ちょっと私のネズミエピソードだわ、最近の。皆さんの最近のネズミエピソードはありますか？あいやろ、ないやろ。ひらなぎさん、キラキラ星ありがとう。ねえ、逃げ場ないからさ、もしさブワーとかなんかもう何放出されたらさ、カメムシだって放出したらさ、ないでしょ、ね、確かにスズメバチじゃなくてよかった。そうなの、本当に。あ、面白い。あ、会社に一匹いるの？昼間はさすがに出てこない。あ、夜行性なの？じゃあ珍しいね、あの子も。ふわーって走ってて、いやー
ーまでね、私いやー本当に叫ぶ時ってあんな感じに声出るんやなって思った。しかもさ、脊髄反射あれって脳まで行かなかったよ絶対脳まで来なかったよ。ネズミだ叫ぼううわーじゃなかった。ネズミだうわーネズミだの声じゃないかも。とりあえずうわーだった。何あれ、何脳まで届かなかったけど私面白いあ、20時過ぎると出てくるんだ、うん、ネズミネタ2件ある。うん、脊髄ハウスじゃん。うん、うわーよ、もううわー、そう危機感じたんだと思う。はあ、ほんとアッシーさんハートありがとう。まあこれでね、そう発声練習してナレーターのお仕事できたから、喉開いた。ふう、びっくりだよね。うん、このリップ甘くて美味しいよ。ちょっと今ペロッとしたちょっと今ペロッとした。うーん、伸び、あー面白いわ。ちょっとでもその他は何もエピソードないですね今日の私は。ヤッホーです。今日の私は特に何も変わった面白いことはないですね。うん、ねえちょっと今の話で声が枯れかけたわ。元気になった指ね、面白い。あ、ほんと存在で自慢話、何私自慢なんてあったっけ。叫び声でリコチルーム実感したあー水飲む、水どっか行っちゃった。なんか手元に控えてたのにどっか行っちゃったよ。じゃあ今日のじゃあかき氷屋さんめちゃめちゃおされバーの月染めさんですね。シェイブドアイス、なんかまずどこなんだろうと思って歩いててテクテク、もう何度も行ったり帰ったりして入ったんですけど、確かにソファーの下とかありそう。本気で見たけど多分ないわ。ハセピーさん天使ありがとう。ハセピーさんシルダルもありがとう。そう、あの見て、あのもう初見で声出たように開けた途端バーの月染めさん、うん、なんかバーの月染めって感じ。かき氷屋さん開拓中です。ハセピーさんシルダル、もうね、あの東京にまで進出してるからね私。成田のシンハート大好き、わたぷりちゃん音符指落ちハート、ゆきやくんハートありがとう。瞬間すぎる、この瞬間で投げようとする。そう、開けた瞬間あ、ここはおしゃれすぎるって思ってわーみたいな変な声出た、マジ指しゃぶりたい、やばいな。うん、都会のお姉さんになるよ。もう都会のかき氷の味を知ってしまったからね。そう、変な声出た、うわーみたいな、うわーみたいな。そう、おしゃれすぎてびっくりした。開けた途端え、かき氷屋さんですかみたいな、え、みたいな、え、お酒屋さんみたいな、うん、本気で思った。あ、入るとこ間違えたかも。しかもなんか作ってるお兄さんだったんですけど、その人もえ、おしゃれすぎ、え、調べてみて、Bar no 月染めって感じ。そう、 BARNO 月、ひらがな月染め。そう、あーそこ銀座だったんだ、わかんない、どこなんだろうと思う。あ、でも銀座だった、確かに。私銀座は実は割と、銀座は結構精通しててあのね、落語でね泊まってたからね銀座に。うん、ウケるんだけど、何それ、分からんよ。ぴょちゃん疲れてんじゃない、レッスンだったらでしょ、だって
銀座語っちゃう、うん、語れると思う。うん、そう。いけるね。銀座マウントすな。でそれでも分かんなかった、まずお店も。でそれで、あ、自慢話ってこれか。そう、でそれでもう、うわって声出ちゃって、大丈夫かなみたいな、私ここに本当に入って大丈夫そうみたいな、そんなぐらいちょっとおしゃれすぎてびっくりした。そうなんよ、本当に。ねえ、まあね、大丈夫かなみたいな。あ、でも面白かった。トイレどこに、あ、やばい、お手洗いどこにあるか分かんなくて。あ、やばい。そんなやばくもないじゃんね。トイレって言ってもいいじゃんね。トイレ、あ、やばい。お手洗いどこにいるか分かんなくて。そう。テクテク歩いて、普通にそのマスター、私はもう彼のマスターって思って、マスターって呼んだんだけど、タラバガニさんキラキラ星ありがとう。そう、手洗いどこかな、マスター、マスター、お手洗いお借りしますとも言えず、もう緊張してみたいな、みたいな、みたいな。そしたらどこみたいな。普通さ、トイレとか書いてあるじゃん。そう、え、マスターって呼びたくなるでしょ。で、それトイレって書いてあるだろうけど、書いてないから、えって思って、え、すみません、お手洗いってどこにありますか、聞いたら右手ですって言われて、ぐるっ右ってしちゃったの。あ、そしたら左ですって言われて、ぐるっ左ってバカなバカな。だからやばい、もうスイカ割りみたいな感じだった。スイカ割りみたいになって、やばい、って、あ、だからそっからだと左です、あ、ありがとうございます面白い、本当におしゃれなお店で一番やってほしくない。指落ち、ハートありがとう。はあ、うん、絶対やってほしくないよね、あんなおしゃれな、おしゃれなマスターにも。そう、スイカ割りのようにさ、やってほしくないよね、お手洗いどこか、はあ、面白すぎる本当に。まだエピソードあったね、いっぱい。はあ、ちょっとスイカ割りの例えはちょっと私今上手くなかった。はあ、かき氷でスイカ割りする、おしゃれバーでコントすな。あ、予約制だったけど予約しなくてもできたよ。しかも結構私12時開演、そう12時開演で、そうで12時開演、会場開演だから、そう12時3分とかに入ったけど全然余裕でした。結構空いてた。そう、おしゃれでしょ、めっちゃおしゃれだったの、びっくりでしょ。開演、今日冴えてるのかもね。あー、絶対明日のじゃあくだらないとではもうほんとくだらんことしか言えんのやろうな。危ない危ない、いいんだよね、くだらないこと言っても。そう、前説中でしょ。そう、浅草もかき氷屋さん多いよね。絶対かき氷さんいっぱい食べるから、お稽古中とかね、食べる暇なさそうだけど。勇者さん、花束バラありがとう。ねえ、面白いわ。くだらないとはね、もうそれが面白いわ。ともちんさん、クジラ、クジラじゃないわこれ。ともちんさん、パタパタありがとう。ちょっと頭おかしいみたい。その口くれ。浅草ね、確かに。またおみくじ引きたいな。いい子ちゃんみたいな顔してる。あー、それぐらいかな。あー、あるある。それでシェイクシャックに行ったんですね、その次に。
ハンバーガーがどうしても食べたくて、でもなんかもう東京来たらもうシェイクシャックみたいな、ちょっとなんか植え付けられちゃってて、だから指落ち、お疲れありがとう、そうだから、あの、あ、でも一人で行きました。マネージャーさんはね、次のそのなんか打ち合わせみたいなのがあるから、私がどうしてもダダこねて一緒に行ってって言ったけど、やっぱ無理で。ジェリーさんハートありがとう。それで、あの、歩いて、そう、やっぱ全然、あ、そうそのあのお店シェイクシャックとか行って、でそれで、で東京駅もうちょっとで時間だから東京駅までね歩いたんですね。そうで、それでうんちゃか歩き寄って、ナビ通りに歩き寄ったら、なんかちょっとなんか怖い、なんか警察おるみたいな、ポリスメン止まってるわって、多分これ私服警察やなみたいな人も止まってて、お疲れ様ですみたいな感じ言われ、おこんにちはみたいな、お疲れ様ですみたいな感じ言われて、ここで言われたから、うん、近い表面ゲームスみたいな感じで私も返して、本当にガチでこんな感じに返してしまったよね。でそれでこうやってうんちょこ歩きよって、なんだかなんだか、テクテクテクって、イエスホイホイソホイソ、そしたらさ、なんか丸の内警察はこちらですみたいな、そう書いてあるみたいな、丸の内警察リバチコンコン、お疲れありがとう。で、ふぅ、丸の内警察って思って、歩いてたらガチで丸の内請求、丸の内警察が出てきてさ、でさ、え、このさ、あの、そう、ナビに自首勧められたのもめっちゃおもろいって言ってるんだけど、自首することもないんだけどさのりみおさんキラキラ星ありがとう。そうでさ、え、丸の内警察ってなって、それでもう、あの、行き止まりでさ、丸の内警察の中やばいじゃんってなってさ、もうさ、これはもうマジバカな子予想はんとって思って、あの警察の人が、でも優しかった、すごいしっかりしてる人を装っても多分大丈夫だったと思うけど、とりあえずこれはもう本当になんか、もうこれはなんか関西とか、なんかもうなんかどっから来たか分からん子みたいな感じで、すんませんみたいな感じでそう、お疲れ様ですって言われるよね、すんませんみたいな、東京駅どこですかって聞いて、あー、ありがとうございますみたいな感じ書いて、よかったよね本当に。しかも立ち入り禁止のとこ通してくれたから、それでよかった、優しい人と会って、すんません東京駅どこですかみたいな、ちょっとなんか変な訛りを入れてみるんよすんません東京駅どこですかみたいな、そう、これも関西人とかじゃないよ、とりあえずなんかちょっともう何、都会世間知らずなみたいな、そう、よかったよね本当に補導されなくて、ありがとうございますみたいな、テクテクテク、しかも私本当結構さ、結構東京の昼さ暑かったんだよ、なのにさ真っ白モコモココート着てさ、真っ白の帽子でもうこんな、もうフルフェイス、マスクつけてもガチフルフェイスして、あのモコモコのあのマフラーつけて、でそれで周り見てみたら本当になんかカーディガンとかパーカーで歩けてるし、そんぐらいの季節なんかも全然寒くなかったのに、そんなんで歩いてるからマジ結構なんか大丈夫そうこの人みたいな見た目してたから、本当に連行されるわって不安だったけど、すんません作戦でなんとか切り抜けました。そうテクテク出て、なんとか、そう、いやいや鹿児島とかもそんなないよ。ももこさんはそれではお聞きください、逃げ見ずですから、じゃあすんませんとか、うん、暑かった、地綺麗、嬉しい。なんかさ、さっきさ新幹線のさ問題来てたでしょ、 Welcome to the 新幹線、 This is the Nozomi Explain Bound for Tokyo
You're stopping at 福山、岡山、姫路、兵庫、大阪、新大阪、京都、名古屋、あ、Express、Explain、説明する、Express、え、もう言えるようになったよ。のぞみ Express bound for Tokyo。We are stopping at 福山、岡山、姫路、新神戸、新大阪、京都、名古屋、新横浜、品川ステーション、before arriving at Tokyo Terminal。Thank you。ふう、え、もうさ、覚えたよ。あ、もう新幹線乗ってると覚えてくるよね。あ、長いなみたいな。私的には京都から新横浜までが長いかな。名古屋とか。名古屋だね。ブラボー。うん、ね、聞くよね。安心と信頼の伊藤健次郎 SR さん、バラありがとう。あ、勉強頑張って。ガタギンさん、熊のそなたありがとう。熊かわいいね。キラキラ、なんか美味しそう。食べたら硬そうって感じで、歯痛そう。ジェリーさん、ハートありがとうね。そっからはもうあっという間な気がする。だから私も京都ぐらいで目覚めたかな。でもほんと硬直してたの。コートをこうやってもう私を覆いかぶさる感じでコートをこうやってやって巻いて寝てたから、で足もすごいピンってした状態で寝てたから、マジ体ガチガチで、起きた瞬間めっちゃ喉乾いて、めっちゃ水飲んだし、髪がバキバキだから、うわーってしたらマジバキバキがほぐれてさ、わかる。あ、前歯出ちゃった。富士山わかる。富士山の見方わかんない。ハリウッドいいな。いいね。トメイロー、あ、面白いわ。新幹線の車内の音楽も変わった。マジ、いや、ちょっと面白いわ。ねえねえ、みんな、私そろそろメールか書いていこうかな。思い悩み出した答え、なぜ今でも引っかかるあの判断あれでよかったのか。今チョコザップが私の中で結構来てて、シーメンスさん、キラキラ星ありがとう。カズさん、お疲れありがとう。クジラドさん、音符ありがとう。でメールさ、もう消えちゃったのが超さ悲しくて。うん、え、県庁、警視庁、新幹線乗らないの？車内販売、え、ないか、そっか。チョコザップ何機？え、脱毛機もしかして？え、ね、エステとかあるよね。え、行きたい行きたい。え、チョコザップについて調べてみようや。ね、脱毛毛抜けれるんの？ツルッツルになるよ。人生方向音痴さん、レインボースターありがとう。え、チョコザップ、チョコザップ、コザップ、すごくない？え、初期費用で5000円かか
ルプラス月額3278円。ヤッシーさん、チャッキーさん、ありがとう。え、すごない？でジム、セルフエステ、セルフネイル、セルフホワイトニング、セルフ脱毛、ドリンクサービス、デスクバイク、マッサージチェア、ワークスペース、ゴルフ。え、家やん。ゴルフ？ケンちゃん、ありがとう。ありが、あ、間違えた、ありがとうかと思った。アグリガンテング、よくわからん。目標設定、減量したい、体力つけたい、健康維持したい、全部全部。え、チョコザップのヘルスウォッチ欲しいんだけど。あ、使い放題なの。エステもいいな。めっちゃいいじゃん、めっちゃいいじゃん。エステもしてもらえるなんて。デスクバイクある？チョコカフェ？コンビニジムなんだね、24時間。日常の靴、普段着で OK だ。ワンピースとかでもいいのかな。サウナあるの？東京1068さん、キヨニーありがとう、ハート。え、めっちゃいいじゃん、めっちゃいいじゃん。紹介してくれんの？紹介コードリプしようか、やばい。そう、こないださ、ジムさ、そう、遠いからさ行きたくないと思ってさ大会したけど、チョコザップならさちょこっといけるやん。いいな、ちょっと検討します。だってサウナあったらもう、そう、超最高じゃん。チョコザップにサウナやばない？そう、家からの距離が一番大事。なんなら家の下にジムあれ。クーハルさん、ありがとう。紹介だと初期費用ゼロ。え、紹介してもらおう。え、みんなから紹介してもらったらどうなる？なんか私の個人情報とかバレるんじゃない？どうなん？でも私も知らない。チョコザップにサウナあるのはここにコメント欄で読んだ。サウナ入れるよ。でも暑いの苦手なんだよね。我慢できない。検討ハマってる。検討します。前向きに検討します。設備違うか。私のお家の近くの設備整ってるであれ、恵まれてるであれ。おっととさん、かわいい、ありがとう。山口県にもあるんだ。下関、宇部、山口、豊富にありますよ。かわいい、ありがとう。2度目、二度も読んじゃった。前髪ってすぐ伸びるんだろうな。指落ちファイト、ありがとう。でもそれだったらちょっとメンバーに紹介してもらうわ。そうするね。そうなんだ。私も3日坊主多めだからさ、どうにかして通えたらいいよね。3日も続いたら私マジ最高よ。私1日で終わるもん。はやさん、ありがとう。雪帽子って呼ぼう。え、結婚して読んでもらえなかったって。どこ、いつ投げたの？ん、いつ投げた？投げたんだい。もう消えてるわ。投げたの？嘘。早瀬さん、雪帽子あり。あ、2度も読んじゃった。バイバイ。ヨッカーフローね、目指そう。指ダンスの前、マジか。ごめんね。プリアメさん、ありがとうね。トシちゃん、シルダルありがとう。
そうなんよ、めっちゃ筋トレしたいっていう日が来るんよね。衝動的なんだよね、それが衝動なんだよ。僕は衝動に駆られ、チョコザップは、チョコザップ、あ、フリーウェイトダンベル系ないんだね。ねえ、3ヶ月坊主いいじゃん。ひらさん、ハート、さんぱちさん、ありがとう。キラキラ星に星花火、としちゃんだるま、ひらさん、ハート、ありがとう。ちょっとメール書こう。だってさっき頑張って書いたメールがさ消えちゃったらさ、ちょっとメール書く気力がさ。チョコザップ余裕で在籍しちゃうよね。フリーウェイトでかいよね。3通目かな今日、まだ3通目やな。そう、メール、スキンケア取り越しをしたけど続いてます。スキンケア天才。あ、今日私スキンケア新しいのを買いました。本当はね、リードルショットとかさ試してみたかったけど、まだちょっと怖くてやめたけど、そうだからちょっと早く使うの楽しみ。そう、水分重視重視の、別にした。なんだっけこの名前、ユミちゃん、ハート、アルバンさん、ありがとう。雪帽子もありがとう。チョコザップムキムキになるよ、なろ。ミキヤくん、ハート。徒歩何分以内、5分圏内に自転車か。3軒できたは強いな。でも自転車5分はでかいな。ソラナルさん、ありがとう。ユミちゃん、あ、でも自転車が一番自分の使うやつだったらいいと思う。7通目送るから、まだとメール取ってない人はね、ぜひ。ユミちゃん、指落ち、フランソワさん、ハート。ここで急にお知らせ、ん、ユミちゃん今日で11歳のお誕生日、かわいい。あ、お誕生日おめでとう、ゆみちゃん。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアゆみちゃん、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとう、11歳。かわいい、10個下やん。ヒロさん、ありがとう。おめでとう、お誕生日。キャキャキャ、私の半分しかまだ生きてないんだね。マウントマウント可愛い。小学生、みんな小学生に反応しちゃダメだよ。 B ショッパウンさん、花束バラ、ありがとう。お誕生日おめでとう、いつも私の配信見てくれてありがとう。チゴガチのホワイトさん、音符ありがとう。早く寝な、本当だよ。いつもね、私のね、夜配信も朝配信もいるよ。不安になっちゃう。 Happy birthday to you。
孫か、産んだかも。ね、すいません。エルダーブルーチーズ、すごい今もうちょっと何でもない、めっちゃもう急に出た、すまへんすまへんすまへん。ごめんなさい。 Thank you カズ兄さん、ありがとう。キラキラ星転生するの？ふう、トシちゃんありがとう。だるま痛いかも。指落ちハート Bless you 広島リトルウィングさんハート、成田の新地ハートありがとう。そうくしゃみでした。メール送れたよ。あと4通も送っちゃおっかな。なんかお腹のさ、そのハンバーガーと肉がさいっぱいのやつもさ収まってちょっと具合よくなってきた。ふう、コナッチさん千万両ありがとう。おへそさんシルダルありがとう。あ、じゃあよかった、嬉しい、見てくれて。指落ちハートありがとう。やっぱね水色でぴったりですね。大正解。ハンニバルさん、シルダルありがとう。消化されてきた。明日の配信は何時からですか？多分昼ぐらいじゃないかな。ね。よし。おお、チアハンド入部希望さん、シルダルありがとう。ニキビできそう。確かにお肉系って確かにねニキビできやすいよね。チアハンド入部希望さんハート、コナッチさんハートありがとう。シェイクシャックうましだよね。カタカナは半角がおすすめ。確かにホテルタオルとかだよね。ホテルタオル、
お腹も鳴りよる消化の音。無防御さんハートありがとう。指落ちこなっちさん、成田のしんちありがとう。15時前にね配信できたらいいな。シェイクシャックはシャックスタックをねいつも頼みます。あのキノコが入ってるお肉のやつが一番好き。まだメール来ないです。待って、時差あるから。夜ご飯がうんハンバーガー、もうねちょっと入んないかな。もう入んないね。よし、優しい鍋作ろう。野菜鍋か。5通目送ったよ。やばいね、もう終わっちゃう。ヒロさんありがとう。パタパタ。うわ、ふっす、6通目送ったよ。はい、わお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 暴れてた。ハートまみれかわいい。指落っち、あれヒロさんパタパタありがとう。指落っちハート、シーバスさんハート、おととさんハート、ゴンタさんハート、ノブーさんハート、シーバスさんハート、みちさんハート、なべさんハート、しーばすさん、ゴンタさん、ゆみちゃんハート、クジラトさんハート、ゴンタさん、指落ちクジラトさん、キャシャーンさんハート、あとプリちゃん、はやすさん、クジラトさん、ほーちーありがとう、ゴンタさん、ゆみちゃん、クジラトさん、みきやっくん、わーお、ゴンタさん、指落ちお疲れありがとう、お疲れ。お疲れ様、ファーみんなありがとう。初めて呼ぶ名前の人もいたかも。
ハート祭りしてくれてありがとう。ベネラナさんハートありがとう。お疲れ様みんな。目かゆ、目乾燥してる。かゆいじゃない、乾燥してる。あつあつ嬉しいね。メール無事6通送れました、消えずに。確かにもう天が日常だったもんね。天が日常だったもんね。みんなありがとうございます。本当にありがとう。天いっぱい投げてくれて嬉しかった。視線を外すイコール歴史離席ね。それになってるとは。思い悩み出した答え、なぜ今でも引っかかる、あの判断あれでよかったのか。なんなん誰もみんな人生こっかった。私も毎日メール読んでくれてありがとうございます。パタパタ花火してるだれ。え、やばいね、渋滞してるね。そんなに溜まってるの？ギフト。パタパタの花火もシルダルもあるの。12月何なんだろうね。怖いよね。ちょっと私普通に。どうなるか分かんないじゃんだって。パタパタも確かに。パタパタもプリプリも。あやとくんシルダルありがとう。ふみおさんハートありがとう。もうどうなるか分かんないよね。こういうさ、指落ち、パタパタありがとう。確かに、シルダルだけさ、ちょっとオリジナル。ん？そういうことか。赤、黄、青とかある中で。トナカイ？トナカイ投げんの？確かに、サンタクロースみたいな、初代サンタクロースみたいな。そんなギフト、え、そんなの来るんじゃない？あの、初代サンタクロースみたいな。サンタ投げるの？鈴？鈴とかじゃない？リースとか。指落ち。あつしさん、ありがとう。指ダンス姫なら私やな。わかんないね。やばいよ。あ、私のメール届いたんじゃない？ほら！ありがとう。ハート。鈴とかさ、なんかリースとかさ、ベル、そのベルか、ベルとかリースとか。そうだよ。どうなんだろう。え、バーナ間違えてるやん。ほんとじゃん、バーナじゃん。バーナとか言っちゃった。バーナ白染さんだった、月染さんだった。バーナ白染さんでした、ごめんなさい。うっかりこち許されると思うなよ。サンタパンダ、確かにサンタさん、初代サンタさん選手権とか来るんじゃないかな。え、言ってくれてたの、ありがとう。フランソワさん、ありがとう。星花火許して、ありがとう。まだ来ない、待ったら来るさ。うっかりこちしてしまった。てか私白ニット、白ニットデビューした。そしてそういえば今年の冬、ボーノってことかも。届きよる、届きよる。アプリとかだったらもうね、遅かったりするもんね。だからアプリもやる。何を引き換えにして、自由を、何を引き換えにして、自由を手に入れた、夢を見なくなった、自分が好き。4通目来たんじゃない？4通目。ほら
よぴよちありがとう。別にハンバーガーと焼肉とハンバーガーとかき氷が不健康なっていうわけじゃないけど、否定しているわけじゃないですよ。ただ私はちょっと不調を感じ始めました。ゆびおちおっぱいありがとう。12月19日からイベントがあったんだ。ほら、じゃじゃじゃん、君はどんな後悔しそうなの、今からでもやり直せるだろう、たとえ何度失敗してもその差誰も気づいてない。ここの千穂さんがかっこいいんだよね。私バーナか、バーナバーノかと思ったもん。違う、ちょっとごめん。トゥースワイスです。野菜言わない。カズさん音符ありがとう。ユービオチ音符。ケンちゃんハート。もう野菜ゼロだったよ本当に。ケンちゃんユービオチありがとう。間違えたのごめん。見間違え、訂正メール送るね後で。今送るわ。どの写真にしようかな。しかも白染めじゃなくて月染めね。白染めって多分私のファンの方の名前かもしれない。ちょっと間違えちゃってる。ふみおさん、にゃんぱさんありがとう。月染めじゃん、白染めさんって私多分ファンの人の名前かもしれん。これ多分分からん。どうやろう、待って、めっちゃ間違えてるじゃん。似てるから許して。私みきやくんありがとう。全部間違えてんじゃん。指針みたいになっちゃったじゃん。バーナ月染め、いいね。ちょっとやばい。春雨になるわ次。はあ、面白いわ。うん、丸点でした、すみません。はい、しゅんまへん。二度ミスな。ちょっと間違えちゃいました。そう、ごめんなさい。いいなーやないんよ。だって、いや名前似てない。ごめんなさい、本当にごめんね、ごめんね。その人がやばい、急に名前呼ばれたって。ちょっとびっくりさせちゃうし、みんなも本当にちょっとその人にやりはちょっと向けないようにお願いします。ゆびうちお疲れありがとう。そう、形似てるもんね。本当に私の頭って本当に単純なの。ゆるっちって。うん、明日もノンアラ。メール届きよんじゃない。
のんすけさん、あ、なおさん可愛い、ありがとう。あ、へえ、しらさん、そういうあれもあるんだ。本当にりゅうちゃんありがとう。あ、お疲れって指落ちありがとう。ところてんなのごめんね。りこちコンコンハートありがとう。なおさんも雪帽子ありがとう。ハッシュタグ7もこの後送ろうかな。そろそろ私は配信を始めて2時間ぐらいになるのかな。あ、届いたんじゃない。あ、6通目いっぱい送っちゃった。そう、自動販売機充実してる。いやー、言うてこの2つ、あの、その1つだけかな。オレンジソルベぐらいかな。オレンジソルベだけじゃないけど、サーティワンのアイスクリームだけかな。お礼です。そ、自販機だ。こちらこそありがとうございます。もう本当に名前間違えて、一応ね、私みんなには、みんなわかんないかもしれないけど、あれ割とね、そう、ちょっと頭がちょっとねポコポコなの。なりさん天使ありがとう。ともさんハートありがとう。じゃあ今日はそろそろ配信終わって、私はお風呂に入ろうと思います。ミキヤくんハートありがとう。ちょっとお風呂にもっとなんか入浴剤買おうかな。今もう結構レパートリーが2つしかなくなっちゃったから。ミキヤくんチコガチのホワイトかわいい、ありがとう。ハートもありがとうございます。ヒロさんシルダラありがとう。お風呂入ってきます。ゆっくりするね。ぽゆさんありがとう。キラキラ星。早寝する。今日もありがとう。指落ちハートありがとう。じゃあ今夜も健やかに行きましょう。じゃあ、じゃーん。あ、昨日のめっちゃ汗かいた。でも普通にお風呂の温度が高かった。シーメンさん、ともちんさん、ゆうなぎさん、かわちゃん、きよに、のりみおさん、ぼやっきーさん、なべなべ所長、りこちこんこ、しまった、ついに取り込まれた。おっさんずさむ。喉の調子大丈夫か、ありがとう。ビーショッパウンさん、チコガチのホワイトさん、クーハルさん、ズーデスさん、フェリーさん、カズさん、オトトさん、フォーユーさん、ケンちゃん、カゼさん、ハニバルさん、サンパチさん、ゴンタさん、トシちゃん、ネギ塩牛タンさん、おへそさん、ヨウくん、ハジスケさん、ヒナとトラさん、アヤトくん、ナリタノシンチ、ナリタノシンチ、明日は心ゆくまでゆっくり寝てね、ありがとう。タイムファイヤーさん、シーバスさん、そして本日の秋元先生枠はクジラド先生です。ありがとうございます。ハヤトさん、フミオさん、ありがとうございました。間違えた、ハヤスさん、フミオさん、ありがとうございました。そして本日のメルヘンチェンジ第3位は予備落ちでした。遠征お帰りこちー、ありがとう。ただいまりこち、ありがとう。第2位は人生方向音痴さんでした。ありがとう、人生方向音痴さん、いつもありがとう。そして第1位はバリーさんでした。バリーさんも最後まで見てくれてありがとう。ありがとうね、みんな私の配信いっぱい見てくれてありがとう。バリーさんお疲れ、ありがとう。カズさんありがとう、ありがとう。フォーユーさんお風呂入ってゆっくりこっちってキラキラ星ありがとう。シーバさんお疲れ、ありがとう。そう、オレンジソルベのね気分だったんよ昨日。え、私もほっとしてくれてありがとうだね。今から自分の時間を過ごしていきたいと思います。フォーユーさんキラキラ星ありがとう。ゆびおちお疲れ、ありがとう、ありがとう。ファイトもありがとう。ふみおさんハートありがとう。じゃあ今夜も健やかにいきましょう。それではいきますよ、せーの、えいえい、おーやすちー、健やかに、親指おやすちーね、指ダンスも見てくれてありがとう。おやすちー、おやすいやん、ほかおたん、キラキラ星ありがとう。じゃあみんなも健やかにいてください。またね、おやすみなさい。ほかおたん、ハートありがとう。健やかに、また明日ね。バイニャン、アニニャン。比較的早寝部には頑張ってなる。健やかに。バイニャ。